もうレジェンド大丈夫ですか、それ何それ脇汗、もう冷や汗、脇汗、冷や汗。中さんうまいね、なんだかんだ言ってて。うまくないっすよ、喋りベタ風を装って。全然いざとなるともう全然。はい、はい、今日はレジェンドに、はい、来ていただいて、レジェンドにわざわざ来ていただいて本当に恐縮なんです。レジェンドね、あんまりこう動画出ないですよね。そう出ないですかね、はい、今日は結構特別ですね。特別ですね、登場してもらいましょうか。はい、じゃあ安木さんお願いします。はい、僕です。ヒレタ安木です。普段からヒレタかかってモコモコしてる安木さんの声がそのマスクでさらにモコモコするっていう。はい、今は止めてんの？回してる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長い間お世話になりました。何年入社ですか？1978年。八歳だ。バンドシティになったのは76年。すごい。だ今のその形になる1個前の携帯のサンドシティにもういたという、ね。そういうことですね。当時のサンドシティはどうなんですか？当時のサウンドシティはね、日本にまだそういう綺麗な形の商用スタジオ、マルチ録音ができる商用スタジオってなかったから、鹿島建設に施工してもらって、鈴木孝光さんという設計家が設計して、で建てたっていう。白のダリスになる前に卓とか何？卓は API、 あのマルチテープレコーダーが僕が入った時はまだ16チャンしかなくて、程なくして24チャン。まあ、これ 3M っていう会社のM79 クローズドループっていう、なんかすごい珍しい形の駆動方式のテープレコーダー。最初はデッドなあの金のスタジオだった。その後日東坊さんにお願いして、まあ今の日本音時の部長の篠田さんが、日東坊と、アダコードやりながら今のこの現代の音石を使った響きの豊かなスタジオを改築しました。でその改築期間が6ヶ月ぐらいあって、その間みんな別の部署の手伝いに回されたりとかしてたんですけど、僕はいろんなものの設計に関わって、例えばキューボックス、サウンドシティのキューボックスって変な形してるんですけど、はい、その設計をして中にパワーアンプ、いいものをチョイスにしに行こうということで、トライテックさんの方に行ってアンプの聴き比べやったりとか、あとこのレイオーディオのモニター、まあ、これも、木下さんのでスタジオのレイアウトとかも、ね、僕がパースを書いたりとかして、結構みんなでこういうテーブルもありますし、これはリー君っていうクラブを作った、コンダクターデスクは遠藤君が作った。その当時3324とかを出始めて、まあ、篠田さんはデジタルの時代だということで、デジタルコピーシステム、デジタルのマルチ同士をもうすぐにマトリックスでアサインできる、どれぐらいお金をかけてそんなものを作って、全部業者任せではなく自分たちのアイデアが類を詰まってました。まあそれだけ愛着のあるスタジオ。マイクマトリックスともそうですよね。マイクマトリックス、あのうち独自ですよね。うち独自ですよね。池谷さんかなんか、あのパッチを使わないで、マイクを立ち上げられるんで、まあ圧倒的にこうガリとかの影響を受けない。リレーパイルとかってね、リレーパイル、今まで使ってますもんね。今使ってます、あれは素晴らしいですね。まあただオリジナルの音が多すぎて、あの買いが効かないっていう。安木さんがレコード大賞を取ったんですか？80何年かだった。それはうちで録音ミックスして、録音ミックスして、吉幾三さんのその雪国はたまたまやったら、あの日本レコード大賞たまたまやったまあね、楽曲とかの出会いみたいな、出会いみたいな、そういうことなんです。安木さん何歳ぐらいからいい？あの当時はこの徒弟制度じゃないけど、まずアシスタントでテープオペレート、これが習熟しないとなかなかっていう時代でもあって、アシスタント時代は4、5年続いてたかな。それぐらいから、まあ、あの自分から仲良くなったディレクターさんに何でもいいからやらせてくれって声かけて、あそれはすごい、ちょこちょこお仕事をもらえるようになった。なんか思い出深い録音とか、思い出深い録音は、まあ、徹夜に次ぐ徹夜っていうのはもうこれ今ではご法度かもしれませんけど、当時は当たり前のごとくで、昔あの通知のテープレコーダーにミックスダウンしてたんで、マスターをまず作ります。アルバムでマスターが十何曲つないでできたらサブマスターを作んなきゃいけない。
エキスタのテープレコーダーにマスターが出来上がってかけます。でテープレコーダーが、2台ないんで、第2スタジオの方のテープレコーダーにもう1本生のテープかけて、タッチで繋いで、でサブマスターを作ります。でその時に、エンジニア、あの時梅津さんという方だったんですけど、梅津さんがマスターを検証してて、僕は第2スタジオで、サブマスターを検証しなきゃいけなかった。でいつの間にか落ちてまして、で梅津さんがやってきて肩を叩かれて、起きたら全然検証してなかったっていう。なるほど、徹夜にする徹夜って時代ありましたよね。中澤さんも今住んでたじゃん。住んでましたよね。あの当時は BAT ってあのこうちっちゃいテッダットがあったんですけど、それにまとめてちゃんとこう清書してとか、もうだからインデックスとか書いてましたよね。すんごい書いてましたよ。昔はもうインデックス書くってことが全部手書きだったから、自分はあの文字が象形文字と呼ばれてるんですね。屋敷さんの字はね、全然何書いたのか分かんない。だからやっぱりそのインデックス書くのは非常に苦行だった。さんのね、そのパンフレットを作ってもらえるとか、もう本当に素晴らしい。芸達者ですよね。編曲とか簡単にギターもアレンジしたりとか、で実際自分ではキューベース買ったりとか、で趣味で映像撮ったりもして、そうやりましたね。あの有名なアーティストさんの、あ、M フローさん、そう M フローさんのインソーロングっていう編集やったのは安木さんなんですよ。思い出としてはね、退職者がいる時とか、あと結婚する人がいる時にみんな、歌うっていうね。それをだって撮って、うん、中澤さんね、退職するとき、そう、歌も歌って、録音もして、アレンジもしてね、そう、グレイさんのウィンターゲインっていう曲をやりましたね。それをあの頃からもうすでに中澤さんのなんか役者心が出てますね。いや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 、ちょうどあのグレイさんのそのウィンターゲイン書かせてもらったんですよ、レコーディングアシスタントで、はい、リズム取り、歌取りぐらいまでかな。 DD とかは違うところでやったんですけど、それを安木さんが編集している。僕もね、結婚した時に V を作ってもらって、うん、あ、そうなん、そうそうそう、うん、はい、HY さん、AM11 さん、へぇ、まあ、昔いた人たちが退職してるわけ、ね、うん、鶴崎もそうじゃない、ね、うん、そういうのは文化でしたよね。文化でした、なるほど。無口な一息は白く歴史の深い照り惹かれて、いや心を打つ編集だわと、うん、まあ、仕事間違えてたんじゃないですか、ね、エンジニアであり録音部 の、うん、あの管理職をやり、うん、その総務部の管理職をやり、でもエンジニアもやってる、エンジニアもやる、エンジニアもまだやってる、で遊びで映像もやる、映像もやる、でいろんなホームページとかね、そう、ホームページ、ホームページもそうだね、全部。申し訳ないけどみんな臭いことは安木さんに全部頼んでやってもらったのは正直やと思う。そんな簡単にポン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 やってくれる人いないから。仕事早いんですよ、早い、すぐ出来上がる、うん、正直言って不安なんですよ、まだ行ってほしいっていう、ね、安さんいなくなるとね、いなくなる、不安なんですよ。もう最高だなこれね、本当に本当にしたいですよ。一番辛かった時、初めてツールスやらされた時は全く何も分かんないまんま、俺も投入されて、俺もいなかった、ワンマンで CM の仕事で、安木さんのやつデータ見たらめちゃくちゃになってて、ゴミ箱に、ゴミ箱に落としてたん、え、ゴミ箱に落としてたんで、見たらあったね、事件それ、捨てる前だったから拾い上げてなんとかなった。あったかも。
事件だったらいくらでもあるイースタの、あのドアをちゃんと閉めないでリフト上げると、うん、ドア壊してる壊した、あ壊した人はね、3人ぐらいいるあ、いますよねあれ、安さんも安さん壊してんだ安さん壊してんだいや、メキメキメキって音がしてるメキメキメキ時すでに遅しだった、あれはやっぱドア開けてる状態で開けちゃうと目をめくっちゃう構造上の問題ですそうですね違うちゃんと閉めてやればあと昔整備にいた子がマルチでテープレコーディング24ちゃんをこう整備室に運んでくるのに勢いつけてダダダッ廊下を走ってったもんだから営業の前の直角カーブでマルチで開けてドッと床に叩きつけちゃって篠田さんがパワーメンテだとか言ってあの分解してガンガンガンってしるってまた元に戻してはちゃめちゃな時代だった僕の前で眠るのはよくあったなんか音が悩んだ気がしてふっと起きてフェーダーバーって絞ったらまだその後にジャーンって言うのがそれ通常の録で安木さんが絞っちゃって、うん、あーみたいな測定好きだったね測定はねもうね散々したねモニターはスタジオの顔なんでモニター調整は厳しかったすごい厳しかったですよね、うん、泊まりがけでみんなやってましたから、ねうん、そのぐらい労働時間が長かったんですよ安木さんとのだから思い出とかっていうのはあの会社の宿泊設備があったからそこで一緒になってた安木さんはいつもブリーフだった安木さんに一回怒られたことがあって俺と飯島って同期がいてお酒とかあったからテレビながらこう飲んでて二人で歌ってたの歌ってたら安木さんが寝てて隣でうるせえおめえだって言って怒られてちょっと今とは違うまあ今はね働き方を変えていかなきゃいけないからまた違って当然なんだけどねいやはちゃめちゃめちゃって言うとね面白かったねあのレジェンド安木さんからね残るサウンドシティに向けてアドバイスとかね何か一言をいただけたら嬉しいなとあの僕は一度も転職経験がなくずっとサウンドシティにお世話になったんでまあすごく思い入れのある会社でもあるんですけどうちは日東坊さんが長かったんだけどまあソナさんとか、まあ、その設計家の方と篠田さんとことんやり合って本当徹夜してやるぐらいの、まあ、喧嘩するぐらいの勢いでこだわりを持ってだからそれぐらいにやっぱり自分のスタジオの音とか価値とかいうものは追求しなきゃいけないものです、ね、忘れてるところですね忘れてるとこ、まあ、もちろんあの商用スタジオなんで、そのピュアオーディオを突き詰めることは、経済的にまあ困難かもしれないけど、まあ、そういう制約の中でもこれから最大限できることを追求していってほしいなと思います、ね、はい、はい、若い頃の話とかこうワイワイ出てましたけどまあ人生ってこう僕の感覚はリニアじゃなくて若い頃は辛いなっていう時期も長くあってでも後半年を取るにつれてボリュームで言うと A カーブこういう上がり方であっという間にもう65になってしまった中澤君ももう50になりました50代、はい、こっからもうすごいあのログカーブであっという間にそれは時間が過ぎてくるってことですか、うん、世の中全体だけど業界全体だけど、うん、厳しい状況に置かれてるけど、うん、自分の感覚の中ではあっという間に時間過ぎちゃうんで、まあ、サウンドシティのため自分の人生のためできることをいろいろやってぜひこの名門多分日本のスタジオの中ではもうすごい名門スタジオだと自分で思ってるんで、はい、存続させてほしいなと、はい、安木さんがやってたことを、まあ、教えてもらったりとかして助けてもらったから本当にこれをもう感謝しきれないですね。なんで、まあ、会社員としてはね、まあ、一区切りってことで、本当にお疲れ様でしたっていう、うん、フリーランスで、ね、そう、エンジニアで頑張っていかれるということなんで、うん、また外からね、サウンドシティにご意見とか、ご指導をね、そうですね、優しく、かつ厳しくいただけたら嬉しいですね。でも本当、気軽に遊びに来てください。あ、そうですね。今日はレジェンド、安木さんにご登場いただきました、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。